こんにちは、カズです。今回ご紹介させていただきますブランドはラスベートから 21AW の、新入荷がございましたのでご紹介させていただきます。はい、こちら、靴下ですね。税込みで3850円です。はい、コットン 80% の、ナイロン 18% エラスタン 2% となっております。はい、グリーンと、ホワイトとブラックの3色展開となっております。はい、で開けるとこんな感じです。はい、ちょうど外側にあのこのラスベートのマークが入るようになってます。内側は無地になります。はい、でブラックに対してグリーンで、白に対して、水色、グリーンに対してイエローとなっております。はい、続いてこちら、メンズコットンロゴスウェットパンツニット、税込みで 17,600 円となっております。はい、よし。はい、生地はコットン 100% の、メイドイントルコです。はい、で、ウエストゴムが入っておりまして、ドローストリングが、ついております。はい、でこれが刺繍になってます。はい、でポケットが両サイドについておりまして、裾もゴムが入っております。はい、で後ろはこんな感じでワンポケットとなっております。はい、で、裏地はパイルです。はい、パイルなのですごく気持ちいいです。はい、オールシーズン履けます。はい、で色はグリーンとグレーの2色展開となっております。はい、グレーは、ここのこのマークが、オレンジとなっております。はい、続いてこちらメンズコットンハーツ LS T シャツです。はい、税込みで 15,950 円です。はい、コットン 100% のメイドイントルコ、です。はい、で、前身頃にグラフィックですね。で、右袖に、ハートのグラフィックが入っておりまして、後ろがこうですね、グラフィックが入っておりまして、で、この部分、ピンクのステッチが入っております。はい、で、リブの部分にも、ピンクのステッチが入っておりまして、裾にもピンクのステッチが入っております。はい、で色は黒とホワイトの2色展開となっております。はい、で、ホワイトのこのステッチは赤色になってます。赤色です。はい、はい、続いてこちら、メンズコットンプリンテッド LS T シャツです。はい、税込みで1万トンで450円。はい、こちらもあのさっきと仕様は同じでコットン 100% のメイドイントルコです。はい、で、左胸に、ロゴが入っておりまして、バックはこうですね。はい、これプリントです。はい、で裾が、両サイドにスリットが入っております。はい、で色はブラックに対してホワイトプリント、どっちもホワイトプリントかで、パープルもございます。こんな感じです。はい、はい、続いてこちら、メンズコットンワールドピース、フーディーです。はい、税込みで 23,650 円となっております。はい、コットン 100% の、メイドイントルコです。はい、グラフィックですね。はい、で、まあ、普通にパーカーフードでしょ。はい、で、ドローストリング、カンガルーポケットがついております。はい、で裏地は、パイルになっております。はい、でバックは無地です。はい、で色が黒とイエローの2色展開となっております。はい、はい、続いてこちら、メンズコットンロゴスウェット、シャツ
税込みで2万トンで900円となっております。コットン 100% のメイドイントルコで、刺繍ですね、はい。で、バッグはこんな感じです、はい。これも刺繍で入っております、はい。で、裏地は、パイルですね、はい。はい、続いてこちら、はい。メンズコットンハーツキャップウーブン、はい、税込みで6600円となっております、はい。で、こちらもコットン 100% の、5パネルです、はい。5パネルの、点ボタンにアイレットがついてて、前が刺繍で、後ろがこんな感じになってます、はい。ピンクの、調節するところがついておりまして、こちらも、刺繍になっております、はい。はい、続いてこちら、メンズポリウェビング、ベルト、税込みで11,990円となっております、はい。で、こちらはポリエステル 100% の、メイドインフランスになっております、はい。で、バックルが金属バックルで、パカッと開ける、まあ、ガチャベルトですね。で、このまんまここを入れていただいて閉じていただくような、ベルトになっております、はい。で、色が、このイエローに対してシルバーのバックルがついております、はい。で、もう一色ございまして、グレーに対してシャンパンゴールドの、バックルがついております、はい。はい、以上、では着用してみたいと思います。はい、身長168センチ、体重が55キロで、クルーネックスウェットは XL を着用しております。で、スウェットパンツは XS を着用しております。で、キャップはフリーサイズになります。はい、パーカー、XL を着用しております。で、スウェットパンツは先ほどのグリーンと同じく XS を着用しております。色違いのパーカー XL を着用しております。はい、ロンティ XL を着用しております。XL を着用しております。はい、最後ベルトなんですが、これ巻いてどれぐらい下がるかやってみます。どれぐらい下がるかというか、ベルトの先がどれぐらい出るかやってみます。ウエスト細い方なんですが、ちょっと待ってくださいね。ちょっとスウェットパンツの上から巻いて腰骨で留めてみます。
あ、大きいロン T 着るとちょっと見えにくい、見えないけど、まあ若干出る感じです。はい。うん、はい。はい、以上、今日はあのラスベート、デザイナーがボーシャ、ロシアのボーシャ・ラプチンスキーの、ブランドを、ご紹介させていただきました。では、バイバイ。